8月14日。皆さん、こんにちは。ガムシロと申します。ということでね、NG 続きをプレイしていきたいと思います。はい。ということで、そのまま進めていきたいと思います。日が沈み、待ち合わせ時間が近、ん?日が沈み、待ち合わせ時間に近づいてきた。バンもロゼも他人を待たすのは平気なくせに、待たされるのは大嫌いなタイプだろう。さっさと出発しておこう。お?この感覚は、やっぱり来やがったか。わー、始まり始まりだ。どこからかささやくような声が聞こえてくる。おとぎ草子の始まり始まり。その男はかわいそうな小鳥を見つけました。男は小鳥を助けようと思いました。ささやきは終わった。冷たい汗が一筋頬から顎へ流れ落ちる。だが呼吸は落ち着いたままだった。心拍数もそれほど上がっていない。すでに覚悟が決まっているせいか、それとも慣れてしまったせいか、自分でもよくわからない。俺は家を出ると夜の空気を胸いっぱいに吸い込んだ。今夜こそ決着をつけよう。吉祥寺駅前にたどり着くと、そのままクロウサギへと向かう。クロウサギの中にはもう明かりがついていた。夏美さんがいるのだろうか。ヤーガム、お邪魔してるよ。ミードをいただいたおかげで傷んでいた喉も少しは良くなった。出迎えたのは上機嫌のロゼだった。もちろん夏美さんの姿はどこにもない。あんたまた勝手に。酒は時により急い疲れを慰めてくれる。言ってみれば人生の伴侶だ。君も大人になればわかるさ。いや、そこ関係ないから。よう、二人とも揃ってるな。ガム、俺にも一杯頼むぜ。プレミアムバーボンがいいな。ロックで頼む。まあいいよ。どうせ自分の店じゃないし。いい笑顔だ。客商売はそうでないとな。どうせ今夜も命がけなんだ。一杯ぐらいおごってもらっても別に罰は当たらんだろう。ほら、客を待たせんな。つけだからな。夏美さんの手伝いをしていたからって勝手は分かっている。バーカウンターに入るとバックバーからボトルを取り出した。6グラスに琥珀色の液体を注ぐと焦げた匂いが広がった。バンは待ちかねたようにグラスを手に取り煽った。くぅ、喉にしみるぜ。それでだ、ガム、オーナーの魅力の話は聞けたか。オーナー2か。多少だけどな。あ、すいません。昨晩夏美さんに聞いた魅力役もの話を2人に伝えた。なるほどね。作風を聞く限り、魅力の残酷体験はちゃんと作品に生きてるようだ。ただそのために少女を誘拐して殺すというものは飛躍があるな。その少女の誘拐の線をもうちょい追ってみたんだが、魅力亭の周辺では数十年の間に4回少女の失踪事件が発生しているようだ。半年前に、中学生の少女、青い翼が消えた。なんで翼だけ赤いんだ?はい。バレエ教室の帰りに消えたらしい。将来のプリマとして期待されてた美少女だったそうだ。バレエ教室の帰り
って確か。あ、 T のテープに録音されていたのは青い翼の誘拐事件のニュースだ。つとプリマだけなんで赤かったんだろう。なんで気になるね。屋敷にはバレエのチラシも落ちていたよな。あれももしかして。ああ、葵翼はチラシの発表会に出演することになっていたそうだ。確か第2部の主演だったかな。第2部って確か、ああ、レックダス、あ、やめよう、読むのすいません、英語を読めないのですいません。アヒルの湖だったな。ああ、青い翼はアヒルに姿を変えられたお姫様の役だった。本人はそれを楽しみにしていて熱心練習に打ち込んでたそうだ。毎日バレエ教室で日が暮れるまで裸足で飛び跳ね回っていたらしい。そして待ち望んでいた公演の前に行方不明になってしまった。やるせない話だね。きっと悔しかったんだろうな。次に行くぞ。その10年前に、霧島幸という少女が消えている。ちょっと待って、葵なんだったっけ？翼の2か。翼の2と、霧島幸の差。つさ。その20年前の三島愛。つさあ。え？なんだ？最後の30年前は、真鍋花だ。あと歯はなんで赤いんだ？なんかあんのかな？その3人の情報は他にないのか？情けない話だが調べきれなかったんだよ。何分古い事件なんでな。分かっているのは全員ローティーンのガキってことだ。青い翼だけは中学生で他の3人は全員小学生だな。翼だけが中学生。やべ、名前思い出せないな。これ後から出てくるんじゃない？少女たちの名前の頭文字のテープと同じ。翼、幸、愛、H なんだったっけ？花か。花だったっけ？あ、花だな。つさはってなんだろう。どうやら繋がってきたようだな。魅力役もがその子たちを誘拐したと考えていいんじゃないかな。童話作家の手によって10年に一度似た年頃の少女をさらわれている。儀式めいていて好奇心がそそられるよ。魅力のやつ大した度胸だな。近場で誘拐を繰り返すなんてよくバレないもんだ。逆だよ逆。やつに限っては近所だから安全なんだ。貴様のお袋さんも言ってただろう。魅力の親戚にも名士が多いって。その中には上座区の区議会議員や上座署のお偉いさんもいる。そいつらが星のために魅力の事件を隠してるのさ。身内の犯罪が明るみに出たら地位も名誉も失いかねない連中だからね。醜悪な大人の世界だ。聞いてるだけで耳が腐る。その手のやましい連中は俺にとっちゃいい金づるだかな。だがその前にまず魅力亭だ。今夜こそケリをつけんと。そうだな。おっさんもロゼもただ酒の分はちゃんと働けよ。おう、気合は十分だ。任せとけ。
ほろ酔い気分の二人を連れてクロウサギを出発した。魅力亭に着く頃にはきっと酔いも覚めているだろう。もう通い慣れたと言ってもいい道を一人で歩いている。魅力亭に着こうかという時になって、あの恐ろしい気配が再び現れた。ああ、今回で終わりそう。無数に浮かび上がった口たちが下品な声を立てて笑い始めた。いよいよ大詰め。小鳥は鶴となって男に恩返し、障子の向こうでトンからトンからりトンからり。鶴の恩返しだな。しかし不思議と心に焦りはない。だろうな、そろそろだと思ってたよ。おお、来たな。なんだ、顔色が冴えないな。どうかしたのか。嫌な、呪いが来やがってよ。それって確か例のタイムリミットか。貴様にだけ見える口が現れるんだけか。信じられない話だが。本人にしか自覚ができない心霊現象なんてザラにある話だよ。それにガムはブラッドメトリーという霊視能力を持っている。他人に見えないものだっていろいろ見えるだろうさ。確かに死の呪いって話だが、その割には落ち着いてるのガム。さすがに3度目だしな。どうやら慣れてきたらしい。慣れてきたってマジか。ぷっ、あはは、本当に面白い子だな。呪い付きの人間はただ見てきたが、君みたいな豪快な子は初めてだよ。怖いもの知らずはロゼニだけじゃないらしいな。ついていけねえぜ、タク。とはいえもう時間がないのは事実だ。朝までに決着をつけるぞ。そうか、さすがに3日目だからな。確信に近づいているのは間違いない。結局問題は。ロゼはあの飾り窓を見上げた。あそこにたどり着けていないということだが、絶対に行ってみせるさ。さあ始めよう。バンはなんか役に立たないほうがロゼと行こう。毎回女の人を選んでますね。まあ女の人の方がいいんですけどね。わかった、じゃあ後でな。ロゼ、貴様は勝手するんじゃねえぞ。では行こうか。ロゼの方が役に立ちそうだし。何も入ってない。じゃあもう行きましょうか。魅力亭の中に入った。ああそうか、これ3つ額が3つ、それにお目をかけろってことだよな。だろうな。どこに どのお目をかけるのか、要はそれが問われてるわけさ。これなんかさ、こっちの部屋とかにさ、ヒントないの？何かしらのヒント。特にない。ここら辺もない。一旦出るか。あ、間違えた。いや、意味ないな。もう全部試すか。多分何もないだろう。お札を調べる。ここにセットする仮面を表してるんだろうね。魅力役務は童話作家だし、これも童話絡みかな。桜の木の下といえば定番は死体だが、死体の面がないから関係なさそうだ。第一、あれは童話じゃない。桜の木の下。お札を調べよう。因果応報。
母親を殺されたカニが復讐する昔話とか、あれもそうなんだろうね。サルカニ合戦か。サルあったの、そういえば。最後で見つけた仮面を並べてみ、今まで見つけた仮面を並べてみたら何か思い浮かぶかもね。え？キジと犬と猿。キジと犬と猿が出て、桃太郎か。でも桃太郎って最初誰を手に入れるんだっけ？で、誰っていうか。犬からじゃなかったかな。犬の面から、犬の面、キジの面、猿じゃないかな。じゃあ、それで行ってみよう。桃太郎って犬からじゃなかったっけ？あ、ここにセットする。犬。犬のお面を忍った。で、ここが生地？あ、コキナ。いや、生地だな。生地。で、最後、猿でしょ。これで合ってんのか分かんないけど。桃太郎の話であれば、これで合ってるはず。確か。お目をセットした。どう？来たんじゃない？来た？いや、何もないな。え？じゃあ、これとこれ変えてみるか。外す。で、因果応報で、なんか猿カニだったから、多分もしかしたら、ここ猿かも。取り外す。で、ここが、キジ。で、最後のって書いてあったからよくわかんないけど。ここ猿。これで間違えたら、犬とキジとかをちょっといろいろ調べてみます。調べるというか、いろいろやってみます。どう？あ！すると。開いた。ほう。隠し通路の入り口がまた改めて口を開けた。素晴らしい。なかなかの洞察力だ。たまたまだ。行ってみよう。この先には重要なものがあるはずだ。確かにたまたまですね。隠し通路の中にあるものが出現した。あ、2階に上がれる。なんだったっけこれ。なんていうもんだったっけ。はしごか。はしごだ。ふふ、とうとう現れたね。いかにもやばそうだな。登るなら注意していこう。いや、もうそりゃ登るでしょ。行ってみるよ。行かんとどうするんだ。息を潜めて、さっきのはしごか。はしごを登ると。思った通りだな。そこには屋根裏部屋が広がっていた。障子の向こうには何があるんだろうね。ああ、気をつけよう。いやー、怖っ。なぜか、
埃が積もって赤が積もっておらず汚れもない。まるで最近まで使っていたようにすら見える。え、誰かいるの？なぜか中央の日皿は先ほどまで火がついていたかのようにほんのりと暖かい。誰かいるじゃない。行くけど。静かに障子に虹よりえ引き開けようと手を伸ばすと、あ、鶴の恩返しか。でもこれ覗いちゃうんだよね。そしたら鶴が出てくる的な。鶴の化け物か。声とともに池の影が浮かび上がった。これがおたけび作家か。いやもう開けるでしょそりゃ。やばいの分かってる。だがやるしかねえだろ。何かが住んでいようとそこを調べないわけにはいかない。迷い振り切るように障子を開け放った。あれ開けちゃいけなかった。何もいないか。何もいないわけじゃないけど、なんかそこにはガランとした部屋が続いてるだけだった。いやいやあるでしょ。え、畳にはべっとりと血が染みついている。ブラッドメトリーだな。何か見えるはずだ。畳にひざまずいて呼吸を整えると静かに手のひらを畳へと押し付けた。しかし、流れ込んでくる複数のイメージが混線し、一つの像へと結びつかなかった。おそらくここでは一人ではなく複数の人が血を流されたらしい。何か意味がある情報を得ることは難しいようだ。いかにも年代物の長持ちだ。長持ちには鍵がかかっている。かなり古い錠前だ。この手の開けるには専門の工具がいる。今開けるのは無理だ。素直に鍵を探した方が早いだろう。これを開けるのはロゼでも無理なようだ。諦めてその場を離れようとしたとき、長持ちの下に挟まっている黒い紙に気づいた。なんだこれ。カーボン紙を手に入れた。複写紙だね。文字を転写するのに使うんだ。はあ、何に使うんだそんなもん。薄汚れた年代物の鏡は飾ってある。曇っているせいで周りが映りが悪い以外は特に何もないようだ。じゃあ何もないのか。恐ろしいことが行われたことを示している。もう一回してみようか。もうすることないの？え？もう終わり？鍵は？いやもう分かった分かった。無理なようだ。じゃあ一旦降りるか。また戻ってくればいい話だし。どっちだ。なんかないかな。何か変化があるはず。何にもないのか。一個一個調べていこう。なんか展開があるはず。絶対に。今までもそうだったから。
何の展開もないことはない。寝室は？あ！なんか、なんだこれ。え？古いパソコンかな？なんだこれ。古びたタイプライター。タイプライターが置かれてる。なんだ、鍵盤はあちこち黒い汚れがついている。錆に覆われた鍵盤は動くかどうか怪しい嫌な状態で、すでに紙はセットされており、途中までタイプされた文字が見えた。何々のなんて書いてあるの。何々の音がえし鶴か。何々の恩返し。空白に文字が入るようだ。だがただ打たれていないようだが。だとすれば丸×の恩返しということだろう。あ、完成した文章は丸×の恩返しということだろうか。普通に考えたら鶴だけどね。紙が散乱している。ほとんど白紙だが、何かのタイトルがタイプされたものが混じっている。え、下切り花、小太り愛。下切り花と小太り愛か。下切りすずめと小太りじいさんをアレンジした名前だろうね。けど花に愛とは随分と少女らしい文字を選んだものだ。わ、ここら辺もあるな。ほとんど白紙で、何かのタイトルが同じだな。サチカニ合戦。なんじゃそりゃ。サチカニ合戦でいいのかな。サルカニ合戦をアレンジしたんだろうね。誰が聞いても珍妙なタイトルだが、魅力には意味があるのかもしれないな。他になんかないのかな。調べられるけど、ここら辺は意味ないのか。一緒だな。じゃあ動くかどうか怪しい何々の恩返し。これだけ？下切り花。何の意味があるんだ？上に戻るか。通路にあった扉が消えてしまっている。上に行ってみる。いやー、意味ないのか。ここはもう調べた。ダメだな。じゃあこっちか。なんか使うのか。あ、ブラッドメトリーだ。たまたま押してしまったけど。特に汚れがひどいキーの周辺へと探るように触れてみると、来た。ゲフンゲフンゲフゲフン。
苦しげな咳の音が聞こえた。どっかで聞いた覚えのある声だ。この声は弥勒？しばらく咳が続いた後、断固とした調子で男は言った。私のおとりを刻む。なん、どういうこと？私のおとぎを刻め。あいつだ、今のは。あのテープに入っていた男の声だ。何か見えたようだね。私のおとぎを刻め。あいつがそう言っていた。そうつぶやいた瞬間、タイプライターのキーが一人でに音を立てた。これで打てと、そう言っているようだね。打つ。すでに紙がセットされて途中までタイプされる。動くキーは ABSTU だけだ。これで必要な文字を打つ必要がある。調べるの恩返しか。じゃあまあとりあえずあれか。はい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 、タイプしようか。試しに動くキーを叩いてみた。しかしインクがないのか、文字には紙が映らなかった。あれ、ロゼがタイプを叩き込んでいった。当然だよ。 何しろリボンが入ってない。リボン、インクのテープのことさ。それとそれが、紙とキーの間に挟まっており、そのテープがキーを叩く。だから文字が打刻されるわけさ。早い話がインク切れか。そういうことだね。ただタイプの仕組みは簡単だ。何でもいいから文字が映るものをキーと紙の間に挟めばそれで代用できる。文字が映るもの？カラースプレー？違うか。文字が映るものって何だ？なんかあったっけ？硬いシューズ。カーボン紙だ。あった。カーボン紙を取り出した。こいつ使えるか。ロゼは慎重にタイプの様子を確かめた。いけそうだね。とりあえず文字は打てるだろう。カーボン紙をインクリボンの代わりにタイプライターにセットした。カーボン紙を失った。OK。これでいける。ツールだろ。はい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 。タイプする。え、ちょっと待って。またちょっと待ってって言っちゃった。まあいいや。鶴だと思うから、なんだ。TSU。R がない。L か R がないとダメじゃん。A。いや、終わりです。何の反応もない。え？ちょっと待って。いや、違う。一旦これやめますね。ここに書いてあるやつ、なんか意味あるのか？下切り花スズメか。え、小太りじいさん。はい。え、どういうこと？マジでわからんな。
全然意味がわからん。サチカニ合戦。は？なんだ？はい、すいません。ですね、すいません、ここだけちょっと全くわからなかったんで、ちょっと攻略を見てきました。すいません。これは翼と撃つらしいです。でもそれ以外はちょっと見てないので、翼、そこまでキーを打つと、お、また一人でに鍵盤が踊り始めた。さっきまで押せなかったキーも今は滑らかに文字を紙へと叩きつけていく。すごい。これはすごい。ここまではっきりとした自動書記とは。あっけに取られて見つめている間、タイプからは文章の詰め込まれた紙が吐き出されていく。拾い上げて目を通してみると、それはこんな内容だった。これまで何人もの失敗を積み重ねた。だがようやく小鳥を死なせずに済んだ。お役目とはいえ、小鳥は獅子を失った。とても悲しいことだ。小鳥はその姿を誰にも見られたくない。死にたいと嘆いている。とても哀れだ。私はせめてその名と同じものを送り、小鳥から美しい鶴にしてあげようと思う。たとえ命を失うとしても美しい鶴となれば満足し、私に感謝を捧げてくれるだろうから。こいつ何言ってんだ。ここまで書き散らかすと、タイプは突然に沈黙した。やべえな、ガム。不意にロゼがベッドを指さした。うわー、膨らんでる。あれ、なんだこれは。いつからこうなってたのだ。ベッドはまるで誰かが寝ているように膨らんでいた。うわー、でも覗く。怪しがなベッドの膨らみだ。膨らみのサイズはちょうど大人が横になっているぐらいだ。臭いな、すごく。ああ。日本家屋特有のカビ臭さとは違う不快な匂いが鼻を刺激する。絶対したいやん、もう。ひっそりななぜ何度か来ているが、今までこんな匂いはしなかった。これは不臭だな。きっとあの膨らみが原因だろうね。弟子、めくってみてくれ。最悪。うわー、これ見なきゃダメ。見なきゃダメだよね。ベッドに近づくにつれ、匂いが強烈になっていく。なるべく息をしないようにしつつ、掛け布団の端に手をかけると、一気にめくり上げた。うわー、見た。どうなる。うわ、キモ。なにこれ、なんだよこれ、やば、ガチでキモかったな。ちょっとベッドの上に転がっていたのは、腐った匂いをまとう肉の塊だ。うわ、膝元の頭らしき部分の肌は変色して、点々と蛆が湧いてる。うわ、キモ。どうやらこれは男の死体のようだ。わあ、魅力だな、絶対。なんで腕がこんなに。死体の一番奇妙なところは、複数の腕が縫い付けられていたところだ。いずれも細くしなやかな腕、きっと少女のものだ。少女たちの腕には防腐処理が施されているな。腕の主はやはりテープの。ロゼの言葉はそこで詰まった。なんでこんなことになってんだ。怪異の仕業なのか。そうとも言い切れないな。死体のすぐそばに落ちている器具、なんだかわかるかい。なに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 。あれは傷口を縫い合わせるときに使う医療用の ステープラーだ。縫い合わせるってマジかよ。ああ、そういうことだ。この男は自分で自分の体に少女の腕を
縫い付けたのかもしれない。うーわやば、おお、もうやめてくれ。見るに耐えない異常な死体に布団をかけ直し、その場から離れた。そりゃそうだろう、あの死体はミルク薬もだろうね。髪には白いものが混じっていたから年齢的に合っている。おい待てよ、ミルクがここにいるってことは、じゃあ雄たけび作家は誰なんだ。この屋敷で強い恨みを残して死んだ人間なのは違いない。ミルク以外となると想像はつくよな。恨みと聞いて思い出すのはもちろん、テープに取られていた少女たちの涙まじりの悲鳴だ。ということは、先ほどタイプライターから吐き出された翼の恩返しの内容を思い出す。これまで何人も失敗を積み重ねた。だが4羽目の小鳥は死なずに済んだ。たとえ命を失うとしても美しい鶴になれば満足していくことができるだろうから。4人目の少女人形はまだ見つけていない。そして翼の恩返しという題名で示すもの、怪異の正体はきっと魅力に最後に殺された少女 T ちゃんに違いない。クソが、嫌悪感でヘドが出そうになるのはこの屋敷に入ってから何度目だろうか。きっと将棋の人間なら誰だってそうだろう。だが目を背けることは許されない。悲惨な現実を向き合わなければいけない。それができなければ先に待つのは死だけだ。そうそう、これは君に預けておくよ。死体の、蔵元に落ちていた。ロゼはこちらに向かって小さなポーチを投げつけた。中には古い鍵と薬品の入った注射器、そして空の薬瓶が入っていた。古い鍵、注射器を手に入れた。ラベルにはミダゾラムと書いてある。ミダゾラムは確か鎮静剤だったかな。少女を手術するときにでも使ったのかもね。鍵の方は多分屋根裏部屋の長持ちの鍵だろうな。サイズが鍵穴と合ってる。屋根裏の奥に隠されているようにして置かれていた古びた長持ち、ついに開くときが来たようだ。うわあ、この感覚は来た。うわあ、やば。口たちの絶叫が脳裏に突き刺さった。おとぎそうし、めでたしめでたし。覗かないでください。ああ、覗かないでくださいね。はい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 。見ないでください、見ないでください。ああ、なるほどね。あの子は見られた。まあまあ、そうか。そりゃそうだな。時間がない。なるほどねっていうか、もう分かってたことじゃない。何言ってんだ、俺は。ああ、だから、T ちゃんは生きてるけど、獅子を取られた状態見ないでくださいって思ってたけど、みたいなことか。なんで今更そんなこと言ってんだ。とりあえず行きましょうか。もう目に上がってしまって蹴りをつけよう。再び闇の裏部屋に来ると、あっ、なんていうの、行灯かな、白い光を放っていた。どういうことだよ。え、障子の開け放たれた奥の部屋からは苦しげな息遣いが届いてくる。お願いしたのに。うわ、なんだよお願いって。いや、そりゃ舌打ちした後何がいるかを確認すべく声の方へと近づいていくと、何？頭上から降ってきた何かに全身が絡み取られた。そのまま空中へと一気に引っ張られ上げられる。衝撃でライトが手からこぼれ落ちた。まずい、ライトが。まるで自分が虫になって巨大な雲の巣でもがいているような感覚だった。何ですか？これは参ったな。クソ、どうなってんだよ。ロゼ、邪魔だ。
少しずれろ。無茶を言うな。こっちは天地が反転してるんだぞ。うぐぐぐぐ。ロゼの体の横に無理やり頭をねじ込み、なんとか高速の外側へと頭を向けると、ふぅ、なに、うわ、最悪。うわ、天井から黒いシルエットが降ってきたかと思うと、それは徐々に輪郭を帯びてきた。こいつが雄たけび作家か。雄たけびの正面から打ち抜かれ、一瞬に意識が空白へと持っていかれる。対策を考えろ。考えるんだ。あー、いつものように深く息を吸い、意識を一点に集中させようとした。だが、うわ、何、異常な形に拘束されてるせいか集中状態に入れない。嘘だろ。うわー、ちょっと待って、何にもヒントがないな。声を止めないと。クソ、まともに動けねえ。グー、こちらを無視すれば腕ぐらいは動きそうだね。何か作戦もあるかい。ちょっと待てよ。何が調べられる。あ、ここと、で調べられるところをちゃんとまず確認しよう。頭、体、この中、なんだ、この糸か。うわ、どれからだろう。でも糸を先に切らなきゃいけないから。いや、でも、いや、本体は多分最後だろう。糸から。ワイヤーはピンと強く張られている。触れれば切れそうなほどに鋭い。叫びと共鳴してるかいるのか、ビリビリ震えている。え、切ればいいと思ったけどさ、違うのか。かわいい靴下、チラシロンバレー、え？全然ヒントがないな。シューズとかじゃないだろうな。あ、手持ち花火。手持ち花火って使用済み？あ、間違えた。あ、黒焦げている。じゃあ使えないな。手ぬぐい、全然意味がわからんな。やべえ、マジでノーヒントだな。全然わかんない。線香を使う、え、なんて、線香を使うことができない。かわいい靴下、なんだよ、使うことできない。ごめん、なんで使うことができないって何。手ぬぐい、
もう、じゃあ何硬い系。ああ使えた。そうだ、隠し通路の時はこの時はロゼが泣き交わしを共鳴して生き延びることができた。は、早く早く、おい、俺のカバンから硬い毛の束を出せ。硬い毛の束なんて何をする気だ。つべこべ言われずに早くしろ。取れた。どう、これをどうすればいい。わ、ワイヤーだ。全力でこすれ。鬼が出るか蛇が出るか、これでどうだ。ロゼは髪の束をピンと張り、勢いよくワイヤーにこすりつけた。繰り返し毛の束をこすりつけると、次第におたけべ弱まっていった。おたけび作家がみじろぎし、この感動でこちらが大きく揺さぶられた。体勢が入れ替わり、また前が見えなくなった。揺さぶられた衝撃でワイヤーが何本か切れたのか、腕の自由が効くようになったのに気づいた。おい、無事か。こりゃ参ったな。ワイヤーで身動きが取れなくなった。声は自分の上から聞こえてくる。どうやら背中に感じる重みはロゼのものらしい。また頭をねじ込んで視界を確保すると、雄たけび作家の鳥のような足が見えてきた。こいつは泣いてるのか。こっちの身動きはできない。君が何とかしてくれ。鶴は嫌だが、どうしろって言うんだよ。鶴が嫌。鶴は嫌。あ、アヒルだ。アヒルだろ。確かアヒルだったよね。あれで、どうだったっけ。あ、足か。足を見られていることに気づいたのか、おたけび作家は急に騒ぎ始めた。おたけび作家って確か鶴じゃなかったっけ。鶴じゃなかった。ティーちゃんなんかなかったかな、どっか。あれ違うな。あ、これだ。アヒル。素足をキュートな色で染めた。キュートな色で染めたカラースプレー。あー、いやでもさ、バレーってことはさ、これバレーシューズって可能性もあるのか。わ、どっちだろう。いやでも鶴は嫌って言ってるから、でもカラースプレーとは限らんもんな。ちょっと待ってくださいね。ちょっと、あ、っていうか